ということで、そしてシュート、そしてチェンジアップ、この2つを習得しました。今のチェンジアップなんかもどのバッターでもヒットにできない高さコースですよね。そうですね、やっぱりいいピッチャーというのはやはりキャッチャーの構えたミットの近くにね、はい、大体来ますよね。そして立正大学の武田勝、中央大学の阿部慎之助、東都リーグでその大学時代対戦の経験もあるこの2人。高校大学時代から対戦、同期対決ということになります。阿部慎之助、そして武田勝。もう高校時代とかアマチュア時代っていうのはとにかく速いストレートを投げようというのが、はい、どのピッチャーも目指すものですから ね、 でそこから変化球、自分に合う変化球をどう出会えるかと言いますかね、だからまあチェンジアップって言ってもその全員ピッチャーが握りは微妙に違いますし、フォーク気味に挟むピッチャーもいればスクリューのようにひねるピッチャーもいて、そのチェンジアップって一括りにしてますけど、いい当たりだ、阿部慎之助文句なし、反撃ののろし、キャッチャーの阿部が小山を助けます。高校時代そして大学時代から対戦のある武田勝から打ちました、見事なライトへのホームラン、武田勝のストレートを捉えていきました。1対1の同点です。目の覚めるような一発がライトスタンド、ジャイアンツファンに飛び込んでいきました。現在セリーグの首位打者、好調維持します阿部慎之助。いやー、まずは篠塚さん、はい、